ご無事で何よりです、ブラウスさん。君たちも無事でよかった。しかし、この状況で呼び出してすまない。君は、なぜここに？信じて、もう争う気はないの。私はただ、ファルコを返してほしいだけ。そしたら私たちはどこかに消えるから。ファルコはどこ？そんな、巨人の母親に食べさせるためにさらわれたって、なんで？コニーのお母さんは唯一動けない体だったためにそのまま。4年間コニーはお母さんの様子を見守り続けた。ごめん、なさい。それでも、ファルコを諦められない。ねえ、エレン・イェーガーならコニーのお母さんを人に戻せるんじゃないの？始祖の巨人は何でもできるはずでしょ？わからないけど、それができたなら、エレンはここでジークに巨人にされた兵士たちを人に戻してたと思う。わからないなら頼んでみてよ、エレンに。どうしても島の外の人全員殺さなくちゃダメなの？そんなことしなくたっていいじゃない。世界中の軍事施設を攻撃するだけじゃダメなのって聞いてみてよ。ライナーの鎧なんて剥がしたんだからできるはずなのに。ライナーはどこにいるの？そんなこと今どうだっていいでしょ。重傷で動けないんだから。鎧の巨人の硬質化が解かれたのはいつ、どのタイミングで？壁の崩壊と同時に。アルミ、エレンは言った。全ての硬質化が解かれるって。